こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。ですね、昨日ですね、ちょっと久々にですね、近くのハードオフにちょっと寄ってみました。それで、買ってきたものをちょっと紹介します。一つはですね、このレコードプレイヤーですね。これね、300円かな、300円で、針もちゃんとついてるし、ただね、これはね、自分のものなんですからね、このレコードはね、こういうもんね、おっとっとっと、これで、なんて言ってた、ですね、これね、書いてあったのは、ターンテーブル、これね、まあ、回るんですけど音が出ないって書いてあったんですよ。それで、まあ、その場ではチェックしないで、300円だし、ちょっとこう小さいですね。普通はこうレコード盤がこう入るんで、こう大きさはこのくらいになるのかな。だからこれよりも10センチ以上大きいんですけど、こう小さいんで、ちょっとまあ、場所も取らないしいいかなと思って買ってきたんですよね。それで、まあ、音が出ないっていう風になってたんで、まだ完全なチェックはしてないんですけど、この、こう、外付けのね、スピーカーを簡易的にね、こう、その場ではチェックしてこなかったんですけどね、簡単なチェックの仕方なんですけど、まあ、こういうスピーカー、外付けのね、スピーカーの、ところ、スピーカーなんかで、こう、チェックができます。通常はね、この、なんていうんですかね、音のね、音質を変えてるんですよね。普通の、こういう、スピーカーで聞くような、音ではないんですけれども、でもですね、これを動かしてね、動かします。それで、実はこれね、この外部スピーカーの、端子なんですけど、ここにですね、ここのグラウンドをこう、ちょっと分かりにくいかもしれないけど、こう繋げてですね、こう信号に繋げるんですね。そうするとね、かすかですけれども、外部スピーカーで音が出ます。それはだから、ちゃんと生きてるんですよね、信号がね。それが、これ右と左でやってみると、こう、簡単に動作できるんですよ。動作確認ができます。その後、まあ、動作するかどうかだけ、簡易的にね、確認して、まあ、後からちゃんと直せばいいんですけど、で、ジャンク屋さんではこういうことできないんで、こう、ヘッドホンっていうか、イヤホンですね。このイヤホン。イヤホンをですね、やっぱ同じように、こう、端子をこうくっつけてやるんですよ。そうすると、ものすごい小さい音ですけれども、このイヤホンで聞くことができます。そうした場合は、まあ、だいたい、こう出力がされてるんじゃないかっていうような簡易的なチェックはできるなと思ってます。はい。ただ厳密にはやっぱりアンプ通してつなげないとわからないんでね。完全ではないんですけど、そんな外でちゃん簡単にチェックする方法もあります。はい。それで今回これが300円で買ってきたんですけど、これも調整しますね。それとね、こう大きいのはね、大きかったのはこれ2枚なんですけど、これはね、エプソンの、プリンターで、CD とかですね、DVD のラベルを印刷するときに使うトレイなんですよね。で、これエプソンのプリンター
まだ修理してないやつとかも結構あるんですよね。私、エプソンのプリンター全部、カイロゾなんか持ってるんで、特定の機種になりますけどね。で、サービスマニュアルなんかも入手してるんで、で、それを修理したりとかですね、ちょっと今後改造を入れようと思ってるんで、その時に、これがないと、CD や DVD のレベルっていうかですね、印刷ができないんで、これはね、オークションなんかでね、1000円ぐらいで売られてることがあるんですけれども、本体側は売ってるんですけどね、ジャンク屋さんでね。こういうのが付いてないケースがほとんどなんで、まあ、ちらっと見てて、これ100円だったんで、買ってきました。はい。あとはですね、こんな、変換ですね。イヤホンとかのジャックの変換ですね。これはミニジャックなんですけど、通常のジャックはこんな感じでちょっと大きいんですよ。これは昔ステレオとかに使ったタイプのやつで、ギターなんかのね、こう、プラグなんかはこのタイプの大きいやつですね。これ全然大きさ違いますよね。イヤホンのはこうですから、イヤホンのね、全然大きさが違うんですね。それを変換するやつ。これもね、100円で売ってたんで、なんか使うかなと思って買ってきました。こうやって挿して変換するやつです。あとはですね、ちょっとリモコン類をちらっとこう3種類買ってきたんですよね。で、これは何のリモコンだかよくわかんないんですけど、これはね、ソニーのですね。これはね、別にこれ転売してもしょうがないと思うっていうか、オークションかけてもしょうがないと思うんですけれども、実は、ここの、ジャックの部分の部品使おうかなと思ってて、100円だったら安いなと思って買ってきました。これもそうですね。こっちも。同じように、こっちはどこのメーカーだかわかんないんですけど、そういう使い方ができるなと思って買ってきました。はい。それとですね、もう一つ、この、リモコン。これよくわかんないです。買ったんですけど、結構ごっつくてですね、液晶がついて、で、プレイとかストップとか、こう CD、FM モードとかこうあるんですよ。だから、ポータブルのなんかリモコンだと思ってたんですけど、で、ここにね、リオボルトって書いてあるんですね。で、それで検索したらですね、これラジオがついてる2000年ぐらいに発売されたですね、CD プレイヤーのどうもリモコンらしいと。なのでこれはねちょっと綺麗にしてオークションかけてみようかなと思ってるんですけど、どうですかねこれもまあ最悪ですねこの辺のあれ使えるんでね、あとボタンとかねこの辺のやつ部品取るのにもいいかなと思って100円だったんで買ってきました。はい、以上ですね。こんなものを昨日ちょこっと言ってですね、買ってきたんですけど、またこの辺、これね、プレイヤー。で、最近ね、iPod とかも聞くんですけれども、最近は結構ね、もらったレコードを聞くんですよね。で、もらったレコードなんで、まだ清掃してないんでね、プチプチ音がしたりとかで、時々飛んだりとかですね、するんですよね。で、それを、まあ、ゆったりとですね、リラックスしながら聞いてるんですけど、なかなかいいもんですね。予測ができない、なんていうか、ハプニングっていうかですね、そういうのもあったりなんかして、結構楽しいし、なんか、そういうところになんか人間味を感じるっていうか、そういう面でね、なんかデジタルっていうのはもう常に予測できる動作なんでね、基本的にね。アナログっていうのはもうある意味、こう、全然予測ができない、ありのままというかですね、そういうもののような気がするんですよ。例えばデジタルの録音、っていう場合、記号なんですよね。音を一旦記号に変えて、またそれを元に戻す。なんかそれがですね、
なんかちょっと違うんじゃないかって最近思ってね。で、レコードのバンドの場合は、こう、振動ですよね。要するに、音っていうのは振動なんですよね。振動を、レコード版のな、に、レコード版にですね、振動として、こう、記録して、それを、また振動として聞くっていうのはね、なんか同じ振動を、そのまま直接ではないんだけど、なんかその演奏したとかですね、そういう人たちのですね、なんていうんですかね、こう、精神というかですね、こう、気持ちというかですね、なんかそういうつながりを感じるんですよね。データの場合、一旦記号ですから、0、1って、そういう記号化したものをもう一回解釈し直すわけですから、なんかその辺の、こう、大きなね、変換が、中に入っちゃうんですね。まあ、テープレコーダーなんかも僕も今、すごく、修理してるんですけどね。ウォークマンとかでね。で、高校生なんか、こう、買ってくれたりなんかして、若い人が、こう、アナログに興味持ってくれるっていうのは、すごく、嬉しいなと思いながらですね、ちょっと割引して、あげたりとかもするんですけれども、テープの場合は磁気っていうアナログに、音をこう変換してね、やるんですけど、それは、確か変換なんですよね。だけど、デジタルの場合変換ではなくて、一旦記号っていう形でですね、こう、文字というかですね、なんていうんですかね、そういうものに、一旦変えて、また再度作り直すっていう感じかな。だからやっぱりなんか気持ち的にはやっぱりアナログがいいなと思います。はい。ということで、これも、修理してちゃんと、動くようにして、まあ、オークションに出すか、自分で使うか、誰かにあげるかはよくわからないんですけど、まあ、そんな感じでやっていきます。はい。どれによってですね、チャンネル登録、心とですね、まあ、私、カウンセラーなんで、心っていうのが非常に重要なんですけど、それと、エンジニアでもあるんで、テクノロジーとかですね、そういうのも含めて、あとはもう自己啓発系のこととか、何でもやってるんでね、全部ね、こう、繋がってると僕は思ってるんで、だから、そういう、もう、ごたまぜにしてね、いろんなのを、報告したいなと思ってるんで、まあ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ブログも、下の説明のところに URL も書いてありますし、こういうので、ジャンクを修理したやつをオークションでかけたりしてますから、その URL も一緒に載せてありますんで、チェックしてみてください。はい、どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。